先月大雨の被害を受けた村上市で伝統のサケ漁に向け仕掛けの設置が始まりました。江戸時代から続く伝統を途絶えさせるわけにはいかない。来月のサケ漁に向け手探りで作業を進めています。サケは戻ってくるのだろうか。先月の大雨で三面川の光景は一変しました。もう至る所にもうこの土砂がいっぱい堆積してまして、三面川でサケやサクラマスの人工孵化を行う経産漁業組合の平田重信さんです。16万匹いたサクラマスなど水槽で飼育していた魚はほとんどが川からあふれた水で流されました。ここに水が上がることはないって、ずっと言われてたんで、まさかっていう気持ちですよね。今は来月始まる伝統のサケ漁に向け仕掛けを設置しています。秋になると産卵のためおよそ2万匹のサケが戻ってくる三面川。浦井という仕掛けの柵を設置して落とし籠に入ったサケを漁師たちが捕獲します。ところが今年はこちら、サケを捕獲するための落とし籠です。本来ですと2箇所に設置するはずだったんですが、対岸に設置する方の落とし籠、その基盤となる部分が水害で崩れてしまったために、今年に限ってはこの手前の落とし籠1箇所のみの設置となりました。大雨による土砂災害のため、仕掛けは例年の半分の規模になるといいます。向こうがやっぱり水害で壊れてるんで、あっちの方はもう今年はもう使えないんで、半分までこの浦井を設置して。土砂災害への対応は他にも。もともと水通ってる川だったんですよ。それこそこっち側の落としに入る、こっち側の川に来るようにちゃんと道しるべになってたんですけど、それがやっぱりみんな埋まってしまって、今それこそこう重機であそこを開けてる作業をします。サケが戻る水路を確保するため、急ピッチで土砂を運び出し再び水を流そうとしています。我々の代でね、この江戸時代から続いてきたこの孵化増殖事業を途絶えさせるわけにはいかないので、やはりまずなんとかこの今年、半分ではあるけど、やっぱり予定数量を取ってまた次につなげていきたいと思います。一方、村上市の中心部では今日から町屋の屏風祭りが始まりました。どうぞこちらです。町屋に代々伝わる屏風、風情と歴史を味わってもらおうと毎年この時期に一般公開されています。こちらは日本茶の専門店ここの園。お茶の専門店らしい屏風も。茶摘みから始まってかまどで蒸して、そしてこの部屋で炭火を当てて乾燥させてます。お茶を作る工程を描いた屏風です。東京から訪れた観光客が、お茶作ってる工程が書いてあるんだって。これが、屏風だけじゃなくてこの お家もなんか見るとすごく面白いですよね。今復旧の途上にある村上市、町屋の屏風祭りでは各店舗に募金箱を置いて復旧の力になろうと考えています。募金をしていただければ、それを復興支援の方に当てたいという願っておりまして、少しでもお役に立てればと思っております。災害の爪痕が残る中で少しずつ戻ってきた日常。
町は伝統と誇りを胸に地域一丸となって復興への道を歩んでいます。